まとったし、あの次また来ますって言ったもん。え、絶対何かのミスだよ、絶対マオのせいじゃないと思う。そうだよ、え、だってもうすあとそうだよなんかのミスだと思う、絶対ちゃんと撮ってるもん。うん、ちゃんと撮ってるし、だから1ヶ月経つ前に収録行くもん。次はもう迷いたくない。うん、何食べようかな。これかこれかこれかこれならどっちか、これならどれ。おやすみごまちゃん。え、ね、だから今日はあれ24時までやるよ。激辛かそばどっちだろう。もっと野菜食べよう。確かに野菜不足だ。誰かもうにご飯を作ってはくれないんですか。私にご飯を作ってくれる人なんていませんか。ね、掃除してほしいし、ご飯作ってほしい、うん、クマトル手術したいな。あ、ウロロジストさんだるまありがとう。ウロロジストさんだるまありがとう。ウロロジストさんだるまありがとう。作りたい。ともみさん作って。お腹すいた。なんか家庭料理食べたい。お腹すいた。ウロロジストさんありがとう。ウロロジストさんいっぱいだるまありがとう。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうウロロジストさん、ありがとう。え、すごい迷う、どっち食べようか。ありがとう。マオね、マオね、マオね、ありがとう。だるまありがとう。ともみさんだるまありがとう。ありがとう、ありがとう。肉じゃが作れないよ。作れるわけないじゃんともみさんだるまありがとう。ありがとう、ありがとう。ともみさんありがとう、ありがとう。ごまちゃん、なんで今日はそんな近くにいるの。ごまちゃん、ともみさんありがとう。ごまちゃん、うん、困っちゃうん、二日酔いじゃない、全然お酒飲んでない。こんばんは。料理は一人暮らしの基本じゃないの。やらないだけでは。やんない、やんない。やりたいけど、覚えたいけど、なんか食器洗いとかめんどくさいし、そう、家事全般ってめんどくさいよね。すごく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 、なんで家事ってこんなにめんどくさいんだろう。うん、今日はそばかな。なんとなくそばが食べたいな。そばかな、迷うな。始めちゃった、早めに。
寂しくて寂しくて寂しくて震える、寂しいよえでもさ、なんかさ、マオの鍵アカあるじゃん、鍵アカ作ったじゃん、あっちの方がなんかいっぱいコメントくるんだけど嬉しい、あっちの方がいっぱいコメント来て嬉しい、やっぱりコアファンが多いアカウントということですね。え、もうあっちの鍵アカでしか投稿したくないぐらい鍵アカが好き蕎麦がいい？失業保険ってもらえるの？いや、もう別に失業したわけじゃなくて、あの個人事業主としてちゃんと稼ぎはありますので、あの失業したわけでもないし、別にニートってわけでもないし、だってラジオもヒマアプリもあのやってるじゃん、あの別に失業してない失業したことにしないでよ、なんかニートみたいな、うん、そう、そう、たまたま TikTok を見てたらイケちゃんが配信してた。イケちゃんに全然会ってないから会いたい、イケちゃんに会いたいな、イケちゃんと遊びたいな、イケちゃんとポーカーしたいな、イケちゃんに会いたいよ、イケちゃんにこれ食べよう、あ、これ90カロリーしかない、じゃあこれ食べる、ダイエット、ごめんごめんちゃん、あー、今チンしてる、痛い、ちょっと時間かかる、こんばんは、こんばんは、あ、オリジナルアバター作らなきゃ、ちょっとバタバタ してて、こまちゃんしか勝たん、りゅうやんさんだるまありがとう、りゅうやんさんだるまありがとう、あバタバタりゅうやんさんだるまいっぱいありがとう、りゅうやんさんありがとう、アバター券持ってる、この間手に入れました、皆さんありがとうございます、りゅうやんさんだるまありがとう、ありがとう、ありがとう、嬉しい、嬉しいよ、嬉しいよ、リュウヤンさんだるまありがとう、リュウヤンさんだるまありがとう、豚汁を温めてる感じる、星投げで番号登録してない視聴者多い、電話番号登録してください、そうじゃないと反映されません、電話番号登録してください、もういいかも、そんなにチンしすぎても良くない、
猫が。あっつ、どうしよう。あー無理よ。あっつ、どうしようかな。うん。持てないね、こまちゃん、これ熱くて。どうしたらいい？熱いんだけど。どうしよう、こまちゃん。持てない熱くて、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、これで熱か。よいしょ。やだ。よいしょ。できた。いただきます。おいしい。おいしい。おいしい。地球の裏側？何の話？ん？豚汁食べてる。もうや、うん。豚汁どうやって作るの？うん、マオもクックパッドとか見れば作れるんだけど、片付けとか買い物とかそういうの考えると疲れる。うん、いつもなんかほっこりするな。ほんとありがとう。デートで養老のとか言ってたぜ。全然読めない。何？材料も分量測って用意しておいてほしい。ハッピーケイタさんって一人暮らし？まおちゃんこんばんは。こんばんは。料理の滝は居酒屋やない。何の話してる？全然話がわからない。こんばんは。やだ。老けてるな。なんか最近自分の年を感じます。イベント終了まであと2時間。このまま1位を独走しましょう。まおちゃんいつも美味しそうに食べてるからお腹空いちゃう。今日は夜だから歌うのが厳しいかな。いや全然、お酒が嫌いって嘘はダメだよ。いやもうお酒嫌いって嘘ついた。でもお酒好きじゃない。お酒嫌い。本当にお酒嫌い。そんなお酒飲みたくない本当は。お酒そんなに好きじゃない。お酒がない世の中に行きたい。お酒よりみんなの方が好きです。でもお酒、どんな風に言ってた？まあお酒好きじゃないよ。
なんかお酒飲みたくなる自分をやめたい。ちょっと何言ってるか分かんない。ちとぼけたの配達員さんにラジオ宣伝してあげありがとう。豚汁にはお酒は合わない。豚汁はもう豚汁単品で飲みたい。あら、うちももーちゃん大好きよ。いつからそのアイドルみたいなことで本当は。いやだからあのお酒は好きじゃないよ本当に。なんかお酒好きキャラもうやめたいなって、なんか自分でこの1年ぐらいかけてお酒好きキャラをあのやってきてなんですけど、もうお酒好きキャラやめたいなって。いやもう全然お酒売りしたくない自分のこと。いやお酒もうやめるっていうか、もうお酒よりももっと大切なものがあると思うんですよ。無理無理無理、カタツムリ、初めまして。髪切った、髪切ったよ。飲むより食べ、お酒飲みたくなる自分が好きじゃないのは分かる気がする。そうだよねそうだよね、お酒好きじゃないけどやめられないだけだよね。雰囲気で飲むタイプ、いや普通になんか飲みたいなって思って飲んじゃうけど、あの飲みたくない、なんていうかお酒飲む意味なくない？お酒ってなんか時間を無駄にするよね。え、お酒飲む意味あんの？って思っちゃう。うん。でもさ、なんか友達が妊娠したんだけど、妊娠してる期間、授乳してる期間は飲め、お酒飲めないじゃん。お酒飲む友達が妊娠したからお酒飲まなくなって、こっから出産して授乳してる期間なんか2年ぐらい飲まないでしょ。だからその間にさ、そうなりそうだよね。意識高い系になってる。ジャロに連絡してよって、あのお酒やめれそうじゃない。だからまあもうそうなったらその時にお酒やめようかなって、っていうかもうお酒やめてみようかな、お酒やめてみようかなって本気で思ってる。あの食べ飲み YouTuber だったけど、もう食べ飲み YouTube やめ、まだその気持ちに気づけないゆうやんさん。ゆうやんさんはまだ未成年だもんね。あの酒飲み YouTuber をやってみて思った。あ、酒飲み YouTuber だったらお酒飲まなきゃいけないけど、あのもうまあは酒飲み YouTuber じゃないからお酒飲まなくていいから、普通にお酒やめようかなって思った。うん、飲んでいいことなくない？だって普通にお金もなくなるしさ、お酒にね、時間もなくなるしさ、いいことないよね。冷蔵庫の中にあるやつなくなったら一度禁酒する。飲まない方が、カラッツではもう飲まない。なんか甘やかしてくるのよ赤間さんが。あの真央のこと甘やかす人本当良くないと思う。なんか甘やかしてそうやってお酒をいっぱい飲ますのはなんか良くないと思う。あのちゃんと真央にお酒を飲んじゃダメだよって言ってくれる人が本当のいい人だと思うのよ。だから真央ちゃんいいよ飲んでいいよっていうのは、それは真央のこと甘やかしすぎて真央のこと逆にダメにしてる。ちゃんとお酒は飲んじゃダメだよって言ってくれるのがいいと思う。甘やかしてくる、いやいや、習慣化すると体がやめないけど、確かに今すぐなくない。そう、なんかファンの人にはいっぱい甘やかしてほしいけど、ま、身近な人には厳しくしてほしいですね。赤間さんは本当に、赤間さん好きだけど、赤間さん大好きだけど、赤間さんはこう真央のことを甘やかしすぎて、本当に唐津に行くと真央はなんかクズが悪化するからもうダメ。でも楽しいけどね唐津。真央ちゃんは甘やかしたくなる人だと思います。本当？ようやく気づいたか。でもノンノさんなんか厳しすぎてなんか嫌だなって思う。あ、ノンノさんのことは好きなんだけど、ノンノさんのことは全然めちゃくちゃ好きなんだけど、なんか真央のことをすごい思ってくれ、あ、 HIV ラバーさんありがとう。 HIV ラバーさんだるまありがとう。真央のことすごい思ってくれてるのは伝わるんだけど、なんかそこまでなんかあからさまに厳しくファンの方が言うのもなんか嫌だなって思う。好きって言ってほしい。うん、HIV ラバーさんだるまありがとう。 HIV ラバーさんだるまありがとう。でものんのさんが不器用だなってことも伝わるし、のんのさんすごい真央のこと好きなんだなってこと伝わるからすごい嬉しいし大切だけど、ちょっと厳しすぎるかなと思う。 HIV ラバーさんありがとう。浜の一番星さんもありがとう。岡間さんはお兄さんなんだよ、いくつさんだって。いやお兄さんじゃないな、おじいちゃんぐらいじゃない。僕はのんのさん大好き、真央ものんのさん大好きだけど、もうちょっと優しく、なんか
そこまで言わなくていいんじゃないかなって思ったりもしますね。欲求不満なのって どういうことですか。最近いやあれ控えてんの、のんのさん結構だよ、結構ですよ、うん、でも赤間さん的な立場の人がのんのさんぐらい厳しくしてくれたらいいと思うんだけど、のんのさんには優しくしてほしい、で赤間さんにはもうちょっと厳しくしてほしい。ゆりさんありがとう、だるまありがとう、ゆりさんだるまありがとうね、のんのさんはマモのことめちゃめちゃ考えてくれてるよね、すっごい考えてくれてるなっていう、なんかこう大切で好きだからこそ厳しく言うんだろうなっていうのはなんかいつも思います、のんのさんを見てて、うん、お疲れ様です、ここはドライしたんですね。そうまあ1年間荒れました、私はいろいろありました、はい、もうそろそろお酒好きはやめようと思います。褒めてほしいの、褒めるところがあったら褒めてほしい、褒めるところがなかったら褒めなくていいよ、褒めるとこ今の真央にないよね、今の真央の良さって何ですか、いいとこある。あれすぎやろ、いろいろあるね人生とは、もうやだねえねえ、もうさ最近なんかもうやだが口癖になっちゃった、よくないよねそういうの、よくないなって思うんだけどさ、もうやだって口癖になっちゃった、ん？可愛くて、え、膝どうした、え、転んだ膝、てっきり嫌われてると思った、いや嫌ってはないでしょ、あのファンクラブに入ってくれてさ、あんな熱心に言ってくれる真央のこと、大好きな人のことを真央は嫌いにはならないです、好きですよ、素直なところ、ショートには結局みんな真央ちゃんのことが大好きなのよ、ありがとう、可愛くて一生懸命なとこ、今一生懸命じゃなくない、今の真央って、現地逃避お昼行ってたね、毎日ショールーム配信してくれるところよきよき、いろいろ抜け出そうとしてるところはいいんじゃない、そうそうカラーゲストのイベント行くから、やったー来てくれんの、ヨーロッパさんツンデレじゃないですか、なんだかんだあってもファンのことよく考えてくれるとこ、もう始まってたか、うん、だってファンの皆さんあっての私なので、ファンの皆さんがいなかったらね配信すら成立しないからね。 HIP ラバーさんだるまありがとう、本当にありがとう、歌やダンスで一生懸命に頑張ってた、昔は懐かしい、ごめんまた寝てかちゃったね、おやすみなさい、あコロナの注射、もうコロナの注射全然大丈夫だった、 HIP ラバーさんありがとう、だるまありがとう、だるまありがとう、紫色のだるまってどういう意味があるの、塩ゆるみ一生懸命やってるじゃん、確かにね、うん、ショールームはみんなとおしゃべりできて楽しいし、あの寂しくないから、寂しい時に HIV ラバーさんだるまありがとう、もう寂しいのよすごく、だからみんなとこうやってしゃべれるのが楽しい、ハートありがとうゆうやんさん、ハートありがとうりゅうやんさん、もうだるまありがとう HIV ラバーさん、もうみんなみんなありがとう、みんな本当に大好きありがとう、もうみんなの愛が、みんなの愛が嬉しいよ、もうマオのこと優しくもう見捨てないでください、ありがとう本当に優しい、ゆうやんさんありがとう、ありがとう、こんばんは、ありがとう、ありがとうございます、ゆうやんさんありがとう、こまちゃんそばにしようかラーメンにしようか迷うな、それか食べないか、明日 YouTube 投稿します、明日の20時にネイルの動画を投稿します、サムネは自分で作る、え、これはだからこれは明日投稿する動画でやってきたやつ、明日の20時に久しぶりに YouTube を投稿します、配信してくれてありがとう、ラーメンで行きましょう、これと
配信終わったら親友の家に行こうかな。親友が一人暮らしを始めた。あ、ゆいの家に行こうかな。ゆいの家に行こうか迷うな。ファミレスちゃん家に。終電あるかな、まだ行こうかな。毎度 YouTube のネタバレをショールームでするスタイル。まおさ、動画はね依頼してる。うん。カメラマンはからあげちゃん。からあげちゃんと一緒にねちょっとやってる。一部からあげちゃんと一緒にやってる。イベント行けたいのでイベント踊ってるのも YouTube で見たいな。イベント行けないの、のんのさん。のんのさん何があるの。のんのさん何があるの。こまちゃん、こまちゃん好き、こまちゃん好き。でも今日は 歌わないかもしれない。ごめん今日は歌わない。あ、関西だからか、そういうことね。ね、マオのことさ、ド M って思ってる人多いじゃん。なんかマオきつく言われるの好きって思ってる人多いじゃん。あの前はなんかきつめの人が好きだったんだけど、今はきつめの人嫌いだから、あのだからそういう厳しくしない、ファンの人には甘やかされたい。なんか多分みんなマオにバン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 突っ込んできてくれて嬉しいんだけど、ゆりさんだるまありがとう、だるまありがとう、多分マオそれをキュンってするって思ってるじゃん。多分ファンの皆さんに昔そう言ってたし、突っ込まれるとキュンってするって言ってたし、でもなんか今はなんか年取ってもうひたすら甘やかされたいから、ファンのみんなにバン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 きつめなこと言われるのが嬉しいとかはあんまりもうなくなっちゃった。優しくしてほしい。ゆりさんありがとう、だるまいっぱいありがとう、だるまありがとう。なんか今は結構人生疲れちゃって、なんかすごい優しくされたいなって思う。そう思ってないの。あ、そうなの。そう、なんか人生疲れちゃった。いや、それはそんなこと言っちゃダメだね。人生疲れちゃったらちょっと嘘なんだけど、あのなんていうか優しくされたい、すごく優しくされたいです。行った後こっちもメンタル強い、辛いのよ。じゃあ優しくして、もうまあもう頑張、優しく教えて。きなこあめさんありがとう、だるま。赤間さん経由で教えてくれるとかね。2位の人かなり伸びがいいの。やばいやばいやばい、負けちゃう負けちゃう、頑張ろう頑張ろう。2位の人配信してんのか、頑張ろう。確かに優しいキスをして努力する。ありがとう。マオも努力する。え、これは1位通過しよう、1位通過しよう、絶対に絶対に。今回はこのイベントを勝ちたいですね。うん、ボロボロだマオ。でもファンのみんなが大好き。これって星を投げないとカウントされないのかな。だるまじゃ意味ない。あ、だるま意味ある。だるまでもハートでもミラーボールでも音符でもあの何でも意味ある。めちゃめちゃ全部意味ある。ただ星が無料ギフトっていう。まおちゃん甘やかし隊に入隊します、ありがとう。赤間さんは多分言えない。なんで赤間さんってさ、まおに厳しくできないのかな。でもね、思ったの。なんか怒られてるうちが花って言うじゃない？なんか厳しくされてるうちが。今のマオに怒ってくれてこう制御してくれるあの身近な人、近くにマオのこと怒ってくれる人いるかなって思ったら誰もいない。マオのこと怒ってくれる人、
そうだから全部自分で自分を怒らなきゃになっちゃった。ゆりさん、だるまありがとう、ありがとう。怒ってくれる人がいるって超素敵なことだなって私は気づいてしまったよ、この1年間で。え、身近な人には怒ってほしい。ゆりさん、だるまありがとう。でもまあ親友とかはダメな時はダメって言ってくれるかな。多分赤間さんみんなに優しそう。赤間さんみんなに優しいと思う。うん、ゆうじさん、だるまありがとう。ポイントギフトだったらポイントは 1.25 倍、10個だと3倍です。1個 2.5 倍、10個だと3倍。そうなんだ。怒ると叱られちゃう。赤間さん行きます。みんないなくなっちゃったとかじゃないんだけど、うん、そうだね。身近な人、ファンに怒られるってさ、なんかアンチと間違っちゃうじゃん。こうエゴサとかしてる時に怒ってる人って、ママのことファンでも、なんかファンの人に怒られるのはアンチかなとか嫌いかなとか錯覚しちゃうから結構嫌で、身近なさ親友とかってマオに怒っても絶対マオのこと嫌いじゃないじゃんっていうこと。なんかファンの人がマオに怒ってるとアンチかなって思っちゃう。ゆりさん、だるまありがとう、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとう。あれ、この人マオのこと嫌いになっちゃったのかなって。もあれ、この間まで好きだったはずなのになって思っちゃう。そう、文と言葉つい、そう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 、文字と直接話して全然違うもん。井口真央のツイート見てくれてるってこと？そう、井口真央で結構検索したりしちゃうね。しちゃうしちゃう。ここまで一緒にいて今更アンチとかないでしょ。まあハッピーケイタさんはね、うん、アンチじゃないよ。のんのさんはありがとう、わかるよ。真央ちゃん好き、ありがとう、うん、ハッピーケイタさんとか長いじゃないですか。ハッピーケイタさんに嫌われたりしたらすごい悲しいな。何人かさ、真央が酔っ払い配信してさ、ずっと真央のこと応援してくれてたファンの人がさ、もう真央ちゃんにはついていけないってこう離れてるのを見てすごい落ち込んだし、ショック受けたし、ああ真央バカだなって思ったから、その食べ飲み YouTuber とかやめようって思ったのは一つめちゃめちゃありますね。ゆりさん、だるまありがとう。え、2人ぐらい、女の子のファン2人ぐらい、もうずっと長くて、真央も大好きだったからはすごい悲しいなって思ったけど、まあ自業自得だよねって思ったけど、まあ良くないなって。食べ飲み YouTube は真央に向いてないのかもな、思った。そう、ファンだからって甘やかしは良くない、いいはいい、ダメはダメって言わないと。浜の一番星さん、だるまありがとう。いや、マオってほんとバカだよね。自己嫌悪、やっと解除きた、お星様集めてきて、ありがとう。そう、古くからいる人の言葉は響くよね、一生離れないよ、ありがとう。そうだね、響くね。うん、30歳のマオってどうなってるんだろうね、なんか怖いなHIV ラバーさん、だるまありがとう。 HIV ラバーさん、だるまありがとう。 HIV ラバーさん、ありがとう。しっかりしないとね。イケちゃんと会って語り合おうぜ。なんかイケちゃんメンタルやられてるって配信してたね。ありがとう HIV ラバーさん、溜まってた牛全部泣きさせていただきました。頑張ってね。30歳には結婚してそう。結婚してるかな。30歳には結婚できる気しないんだよな。だって真央と結婚したい人いる？結構 やばいやつじゃん真央。え、やばいでしょ。真央が妻だったらきっと苦労するよ。反省しても後悔はしないでほしい。後悔した上で反省した。こまちゃん、お家戻ったの？そうなの、悩み修行。そうだね、まず部屋をきれいにするとこから、うん、うん、
叱ってくれてるファンの方々、大体お父さんくらいの方だと思うよ。昔というわけじゃないけど、うん。ゆうやんさんありがとう。いる。私が男だったらまおちゃんと。本当？身近でまお見たら嫌だと思うけどな。まずは生活習慣をなすとこから。うん。星まで楽しく暮らせそうでいいけどな。星まで、あ、死ぬまでってこと？NG になってる。焦って変なのには捕まらないでほしい。いや、そう、変か変じゃないかってさ、付き合ってみないと分かんなくない？え、私も男だったらまおちゃん養いたい。ありがとう。料理のレパートリーを増やすとか。ゆりさんだるまありがとう。結構好き。自分と近って言うとやばい人なんで。やばいまおちゃん結構好き。自分と近って言うとやばい人なんで。あの HIV ロバさん一回だけ会ったことある。 HIV ロバさんってどんな人なのかな。 HIV ロバさん実は長くないですよね。最近ですよね。最近でここ1年ですよね。初見です。ありがとうございます。もうハッピーケータさんとかよく知ってる。まあめちゃめちゃよく知ってる。でもそう思うと名前を覚えてたいろんな人たちがあの真央の周りからファンの方ねいなくなったなって。前の YouTube やってからいなくなった気がするんだ。名前を覚えている私の大好きだった長い人たちが消えてしまったのは悲しい。まあ自業自得だ。また戻ってきてくれるようにね、いい姿をお見せできたらいいですね。本当にやばいのか、やばい井口を演じ続けてるのか気になる。でもお昼にいろんな人がアイテム投げてくれたんでしょ。うん、飲みがねちゃんと覚えてるってすごいと思う。はい、カメラ回します、スタートって言われて、これやばい、やばいっていうかテンション上げて頑張ってる時もあるし、あの本当にプライベートでやばいあのっていう時もあるし、なんか両方ある。やばい井口に頑張ってなってる時もあるし、素の井口がやばいっていうのもある。両方あるっていう感じ。そうそう、頑張ってたらまた見てくれる人もいる。まおちゃん、ちょっとまおちゃんだよ。ありがとう。そうですね、そんな感じです。ゆりさんだるまありがとう。本のことどうやって覚えてられるの。いや、二十歳ぐらいからさずっとさ応援し続けてくれてたらさ、それは5年も最初は覚えないよ。でも5年ぐらい経ったらね、今も6年ぐらいか、あの覚えるよね。普通に覚える。めちゃめちゃ覚える。あと配信とかに毎日来てくれたらさ、ゆうやんさんとかも最近知ったけどさ、顔は知らないけど覚える。でも会ったりいっぱいしたりしたら、こうイベントとかでいっぱい会ったら顔と名前が一致して覚えるし、こういろいろ話してくれるじゃん。そういう特徴的な話とかで覚えるし、でそこからエゴサとかして見つけたりして覚えるし、それこそファンクラブに入ってファンクラブでこう会話したりして覚えるし、配信とかでも覚えるしね。サービスしようとしたらサービスしすぎたパターンかな。ゲテモノ食べてる時は素の井口さん。自分はテレアだから直接見る機会が少なかったけど、もうこれから3年以上も、え、そうなんだ、ありがとう。好きと嫌いはモデルだから生きてればひっくり返せるよ。ありがとう、だるまありがとう。関西でもエゴサしてよ。そうね、井口もってエゴサしてると、あの井口やばいとか井口もなったらとか やってる。あの井口も木原さんも名前だけ覚えてる。顔はまだ覚えてないけど存在覚えてるよ。ゆりちゃん、うん、ありがとう。そうだね、みんなこう名前とかは今結構毎日来てくれてる人覚えてるけど、松吉さんこんばんは、 なんか松吉さんも長い気がするな。あのイベントとかで顔とか見て喋ったりするとあのより覚える。顔を覚える。今はこう名前だけ覚えてる。でもハッピーケイトさんとかは長すぎて顔もしっかり覚えてる。お疲れモード、ありがとう。竹原さん、じゃあ関西でもイベントできるように頑張るね。ありがとう。
私のこと覚えてる？名乗らないのに。あ、村人さんはなんか存在は知ってるんだけど顔を知らなくて、どんな人なんだろうって気になる。右吉左吉松吉さんはめちゃめちゃ覚えてる。でも顔が覚えてるかって言われると、顔マルマありがとうありがとう。いやだってを名乗らないから分かんない。僕村人さん何歳なんだろうね。ともみさんだるまありがとう。ともみさんだるまありがとう。村人さんをツイッター投稿見たり書きてる。いやだストーカーじゃん、怖いじゃん、やめなよハッピーケイタさん。誰もありがとう、誰もありがとう、リプレイだ、誰もありがとう。そば食べようか、お腹空いたし迷うな。ウーバーイーツしちゃおうかな、ウーバーイーツしちゃおうか。浜の一番星さんありがとう。タモオミさんありがとう。ゆりちゃんありがとう。ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。そばにしようかな、迷うな。ジム6月までにした。7月からはもう行ってない。6月までジムは。村人さんありがとう。村人さんありがとう、ありがとう。ふう、とりあえず村人さんは明日8時に渋谷集合で。確かにね、明日じゃん、明日暇プリじゃん。この時間はそばだよ。はい、皆さん井口ちゃんに集中。謎の村人さん、ジム3ヶ月契約してたからね。え、あ、だるまありがとう、だるまありがとう、ありがとう。マサオさんもありがとう。 HIV ラバーさん、村人さん、マサオさんありがとう。嬉しい。納豆じゃ我慢できないもんね、絶対。そばにしようかな。でも今食べなかったら痩せるんだよな。今食べなかったら痩せるよ。明日行けるの羨ましい。はじめまして、 HIV ラバーさんありがとう。 HIV ラバーさんありがとう。コロナさえなければオフ会とかできてたのかな。そうだね、オフ会したいね。オフ会したら何人来てくれる？え、スナックとかでさ、疑似スナックマオみたいな感じ、なんか仮スナックマオみたいな感じでさ、オフ会したらさ何人来てくれるのかな。今1位だと思う。え、何人来てくれるの？開催してもさ、え、なんか10人しかいませんでしたとか、悲しいじゃん。開催したらさ100人ぐらい集まってくれるならさやりたいけどさ、10人だったら寂しいな。めっちゃ楽しそうじゃねえか、行くよ。何人来る、何人来る。未成年でも行けるようなさ、アルコール提供しないスナック、オフ会だから。スナックもちろん行きます、ボトルも入れます。ありがとうございます。でも短期だから、1日限定だからボトルは入れられないかな。東京ならかなり集まるんじゃない、人数制限1000人やら、関西なら行くけど場所によるんじゃないかな。行ってみないと。井口のおにぎり食べたい。おにぎり、マオのおにぎり食べたいの。そうなんだ、今はリモートとかじゃないし厳しい。リモートスナックマオやったら、ズームとかでズームイベントみたいな感じでやったら、何人ぐらい来てくれる？
皆さん、いや今コロナだからズームオフ会する、ズームオフ会でみんなで飲もうっていうイベントしたら何人来てくれるかな。でも顔出したくない人もいるから、ズームオフ会だったら来ないかな。みんな、まおちゃんもオリジナルカクテル作ろうよ。ほら村人さんみたいな人はさ、ズームオフ会参加したいけど、なんだっけ、顔バレしたくないみたいな、ファン同士に顔バレたくないみたいな。ズームオフ会してみる。真央ね、真央さ、恥ずかしいからやだって、顔出ししたくないからカメラオフにした。あ、顔出ししたくない人はカメラオフいいね。声バレもしたくない。知ってる芸人さん1日店長イベやって、同時にその予想 YouTube 配信もしてた。いいね。開店祝いの花を用意して参加したいっす。おー、いいね。とりあえず今はコロナだからズームだね。ズームオフ会ちょっと考えてみる。いいじゃないですか、ズームオフ会。参加費いくらくらいがちょうどいいのかな。村人さんはスカ大佐のままで、ズームオフ会考えています。ちょっと考えてみよう。オフ会楽しそう。誰かと大人に依頼して一日店長企画早く実現してるし、カラツで、タカヤンさんカラツなんだっけ。だるまありがとう、だるまありがとう、ゆりちゃんだるまありがとう。オフ会一回もしたことない。月1ぐらいでズームオフ会できたら楽しいね。みんなの顔も覚えられるし、みんな同士も仲良くなれるし、いいね。ズームオフ会いいかも。軽めに女子から始めてみたら井口さんのハードルが低そう。女子来てくれる？広がる井口の輪。こんばんは。蕎麦食べようか本気で悩んでる。スープだけ飲む。こっちのラーメンにもしようか、めちゃめちゃ迷う。ココイチのカレー食べたい。動かないから一回さ、ウーバーイーツしたいから配信切っていい？それはダメ。どうしよう。松吉さんありがとう。バラココイチやってると思う。ウーバーイーツならやってる。店舗はやってないけど。一回配信やめていいですか。一回配信やめていいですか。ウーバーイーツしたいから。え、ニートの差が縮まってる。やばいやばいやばい、頑張らなきゃ頑張らなきゃ。私は何を頑張ればいいんだ。みんなが星集めするために一回止まる。今日はお酒飲まない。頑張る。いや、1位通過したいね。明日仕事だから寝ます。ゆりさんありがとう。ゆりさんだるまありがとう。
可愛くお願いして、いつになりたい、できない、可愛くお願い、難しい。え、う、歌う23時から再スタートは遅い？23時から再スタート23時15分、23時半からラストスパ、23時15分からウーバーイーツ届くまでとか、23時15分から再スタートしたら遅い？いや、あり。じゃあ23時15分から再スタートしよう。一回みんなで気合い入れよ。23時15分から再スタートしよう。ありがとう HAB ラバーさん、クマありがとう、めちゃめちゃ嬉しい、3個もありがとう、ありがとう。あと2位まで12609ポイント。いや負けちゃいそう、配信やめたら。配信やめない方がいいかな、どうする。みんな電話番号を登録して星投げしてね。星以外のだるまやクマさんやミラーボールやだるま、ありがとうゆりちゃん、ありがとう。音符とかでも大丈夫です。星は無料ポイントなので、電話番号登録してくれたらポイントに加算されます。ありがとうございます。ゆりちゃんだるまありがとう、勝たせてあげるよって。 HIV ラバーさん何かっこよ、イケメンじゃん。なんか再スタートした方がいいかも。じゃあ再スタートするね、一回終了です、バイバイ。あ、ゆりちゃん待って、ゆりちゃん、オオカミさん、浜の一番星さん、ありがとう。待って待って、一回開けた方がいいこともある。ゆりちゃん、浜の一番星さん、オオカミさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。それではまた、またね。待った、何村人さん、何今の段階で、またね、何。23時15分一気に勝負しよう、壇上の人を発表。あ、そうだね、そうだね、壇上の人、壇上の人12、はい、 HIB ラバーさん1位です、今回もありがとう。アキアさん2位です、ありがとう。ゆりちゃん3位、ありがとう。のんのさん4位、ありがとう。ともうみさん5位、ありがとう。浜の一番星さん6位、ありがとう。7位、ハッピーケータさん、ありがとう。8位、ヤギメリーさん、ありがとう。9位きなこあめさん、ありがとう。10位オールアウトさん、ありがとう。11位レトロンさん、ありがとう。12位ざわちゃんさん、ありがとう、ありがとね。じゃあまたね、あとで、バイバイ。